吉田さん、弓矢の達人っていうのは、当たってから撃つらしいですよ。だから外れるわけがないっていうらしいんですよ。それはどういうことかっていうと、何度も何度もこうやって修行を、稽古を繰り返す中で、撃つ前に、あ、これは当たったなっていうのがわかるらしいです。もっと言ったらね、あの、弓を撃つ、その、場所があるわけですよ。なんていうところかわかりません。弓道場か。弓道場に行く前の、 家を出るるにも、あ今日は当たるなとかね、それとか朝起きた時に「あ今日は行けるな」って思うらしいですそれは何日も何日も同じ修行をずーっと繰り返しして、てそそのために暮ららるるからこそ分かこんでしょうね。起きた時にちょっと調子悪いなとかねちょっと右手怪我してるんだよねっていうことだと当たるかどうか分かんないっていう懸念があってで打ってみないと分かんないっていうところになるらしいんですよ。 だからあらゆる条件が揃って何の心配事もないし自分の周りでは人間関係も揉めてないし天気も暑すぎずかといって雨でもないし歩きやすい何のトラブルもなく心が平穏のまんま夢を構えることができたあもう当たるなと思うらしいですよねその中であのこれは別の機会にね話されたことなんですけども同じような真剣勝負の場であ,のある人がねあの古本と咳をしたらしいんですよ その時にその咳が耳に入った時点であこれは負けると思ったらしいです集中していたらそんなことは聞こえてこないはずなのに自分の気持ちがちょっと揺らいでるからそっちに気持ちが持っていかれただから拙者の負けじゃんって言ってねその場で膝をついたらしいですよね、まあ、商売に例えるわけではないですけども吉田さんも多分同じような感情だと思います私もね商品を出す時ってこの人は買うだろうなって何点か当たりがついてるんですよ でその人は大体買いますねでこの人はこのぐらいの金額なら買うだろうなと価値を感じるだろうなと思ったからその金額にするわけですよ。じゃあ80万ですってやったらおっふっかけてきたなちょっと今回見送ろうかなって思われるから80万にはしないし15万ですって言ったらあれいつもとな,なんか価格が安いなと内容薄いのかなじゃあ買わなくてもいいかなって思わせるからベストなプライスポイントってあるわけですよね。 まあそういったことをいろいろ考えながらお前はもう死んでいるではないですけどもあの商品を売る前で勝負ついてますよねもうねで私もねこの今結婚生活を送ってますけども今の、まあ、彼女と知り合って最初の頃はね、まあ、俺が結婚申し込んでも多分ダメだろうなっていうところからスタートだったんですけども一回会話をしてみたりとかねそれからしばらく1週間ぐらい、えーまあ、社員とアルバイトとして関わってみると まあこれはいけるなと思ったわけですよ。いけるなと思うから2週間で私の場合は <laughs> プロポーズをしたということでね。さあ、まあよろしくお願いしますって言ってくれましたね。すごいです二2週間前には知りもしなかった人ともうね、今日という未来に向かって歩き始めていたという。まあその時も私もね、だから何の裏付けもなくいきなり行くんじゃなくて、あ、これは大丈夫だろうなっていうポイントがいくつかあるわけですよ。それに対して、 拒絶算能がなかったんでこれは自分だなぁとい,いけるなぁと思ったわけですよね、うん、まあそういった形じゃないかなプロポーズもあの乗るかソるかわかんない状態でプロポーズって勝負をかけていく時はあるんですけども大体がねあこのタイミングで向こうも待ってるだろうなぁと思うからするしあ今日は多分、うん、プロポーズされるだろうなぁというふうに思うからなんかそれなりの気持ちで迎えるしなんかもうね プロポーズにしても大体のカップルってのはもう夢に、夢に当たった状態で言うし聞くんでしょうね、きっとね。まあそれでも緊張することは緊張しますけども、そこまで条件が整っていて、そうじゃなかった時ってのは何が起きたよみたいな大体の展開しがね、あの想像できますんでね。まあでも大抵、商売にしても恋愛にしても、大事なことであればあるほど行き当たりばったりではなくって、もうこれは100%行くだろうと。あとは、あの、きちんと伝えるだけかな。 と思うから自信を持ってセールスもできるし自信を持って、まああね、申し込みもできるっていうところなんじゃないかなと思いますけどね、はい。じゃあいってらっしゃい。